クレーターのレーダーによる画像、フォートンインパクトクレーターは、カナダクイーンエリザベス諸島で2番目に大きな、島デボン島にあるクレーターのことである。デボン島3900万年前に、直径約 2km の隕石によって形成されたもので、クレーターの直径は 23km であり、現在は湖になっている。北緯75度にあり、知られている中では最北にあるクレーターである。 気温は年間のほとんどが氷点下で、植生もほとんどなく、そのため風化による影響がほとんどない。緯度の低い場所にある他のクレーターに比べ、侵食による劣化が少なく多数の地質学的特色を維持している。地質学的及び気候の検知から、ホートンクレーター及びその周囲は地球上であっても火星の環境に近いとされている。例えば中心部は、 永久凍土に染み渡った隠れ器官になっており、湿度があり、気温の低い火星と似ている。アメリカ合衆国の火星研究所と地球外地的生命体段差プロジェクトは、火星上の生命体の可能性及び、その研究業務を試験する放ン火星プロジェクトを、この場所で実施している。火星協会のフラッシュライン火星北極調査基地も、ここに基地を設け研究を実施している。 アースインパクトデータベースホートンプラネタリースペースサイエンスセンター2016年5月13日閲覧ザ・ホートン・マーズプロジェクトマーズ・インスティチュート2016年5月13日閲覧ありがとうございます